元神チャンネル。こんにちは、天の声の萩原です。ドクターの元神です。カウンセラーの高橋です。よろしくお願いします。今回のシリーズは世間一般の女子の意見も聞きたいということで、弊社のカウンセラー高橋も交えて進めてまいります。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本上先生、はい、一般女子代表として高橋さんを交えて話をしていくわけですが、今回は男性に直してほしい部分を女性はどこまでどうやって指摘できるのかをテーマに進めていきたいと思います。さまざまなコンプレックス、男性が持つものってありますよね。それらを女性は言えるのかどうか、男性本人は気づいてない、で彼女や奥さんの女性目線だからこそ気になることってあると思うんですけれども、それをどこまで男性へ伝えてあげられて直せるものなのかを女子代表として高橋さんに聞いていきたいと思います。まずは匂いについてです。先生、我々も50歳近くになるので立派なおじさんなわけですが、加、はいはい、齢臭とか口臭っておじさん臭さって気になりますよね、はい、なかなか自分では気づかないと思うんですけれども、さて高橋さん、一般女子は彼氏や旦那さんに匂うよって伝えることはできますか？状況によります、はい、伝えられるか伝えられるか。自分の旦那さんや彼氏が匂う場合に放っておくと、その職場の女性たちにも敬遠されちゃいそうじゃないですか。そういうのって言えますか？言います。言います、はい、やんわり、はい、スプレー買ってあげたり、はい、最近匂うよっていうのはまず伝えて、結構ストレートですね、はい、立てます。なるほど、はい、これ先生、言われた男性って言ってくれた方が助かりますよね。まあ、そうですね。まあ、ショックはショックかもしれないけど、はい、言ってもらった方がいいですよね。ペニスの匂いについてはどうでしょう？言ってあげれるものですか？言いにくいですね。彼とか旦那さんとかっていうパートナーになるわけですけれども、はい、それでも言いにくい。言いにくいです。なるほど。先生、これって自分で気づきますか？男性自身で匂ってるなって分かりますか？ペニスの方が逆に分かりやすいんじゃないですかね、匂いね。あ、男性自身の方が。どうなんですかね。女性側からすると清潔感ってすごい大事、はい、だけれども男自身が気づかないとそのまま分からないままっていうのはちょっと嫌ですね。この YouTube チャンネルを見てくださってる方は気づかいはできるんじゃないですか。気づくんじゃないですか、ね、なるほど、なるほど。どうなんですかね。そうですね匂いを試す術があるといいと思うんですけど、いや、難しいのは、まあ、加齢臭であったり、はい、軽い脇毛の匂いであったりっていうのが逆に難しいかもしれないです、はい、自分で気づくのは。ああ、それこそ職場の人たちとか広い範囲で迷惑をかけそうですよね、はいはい、そういう脇毛臭とかは、はい、治療はできるんでしょうか？もちろんできますよね。そうなんですね、はい、簡単な方法みたいなものあるんですか？ありますよ。今脇にあるそのアポクリン感染っていうのが原因なので、はい、まあ、それを減らしていく治療っていうのはありますので、はい、これは50代近いおじさんたちも受けれると。受けられます、ね、なるほど、なるほど、はい、ペニスの匂いに関しては何が言うでしょう？シャワー浴びることですよね一番の、はい、なるほど、対策はシャワー浴びなさいと、はいはいはい、次は男性が太ってきた場合についてです、はい、お腹や胸周りに脂肪がついてきた場合、一般女性は男性に言ってあげれますか？言いたいです、うん、この方が言いやすいですよね、はい、太ってきたねみたいな感じは言いやすいですね、はい、続いて薄毛なんですけれども、ほとんどの男性自身は薄毛になっていく過程を自分では気づいてないというデータがあって、当院へ来られる薄毛相談の患者様も周囲から指摘されて自覚したっておっしゃっていらっしゃいますね。頭頂部は一番薄毛が進行するまずこの頭頂部なんですけど、合わせ鏡で2つ合わせないと見えないですから、はい、気づきにくいですよね。あ、つかないですか、うん、パートナーの薄毛について一般女子は指摘できるものですか？しにくいですね。汚れだったら洗えば取れたりしますけれど、改善がすぐっていうところがちょっと言いにくい。なるほど、はい、先生、これ言われると男性側はショックな方が多いでしょう？いや、僕昔言われてましたからね。20代半ばぐらいに同僚の看護師とかに、いや先生やばいねストレート言われてましたけどね結構進行したので治療しましたけど、はい、ショックはショックですよね。ただまあ言ってくれる方がありがたいんじゃないですかね。あ、うん、ありがたいですよ。言われたことによって先生としては自覚して薄毛治療に本腰を入れたんですね。まあ、なかなかその言われたからって言って、まあ、そうでもないだろうみたいな感じでちゃんと受け止めない場合も多いんですけども、はい、まあ、もうちょっと進行してから本格的に僕は治療を始めたって感じです。なるほど、なるほど。自覚症状ないんですか？いや、自覚症状ありますけど、まあ、まだ大丈夫だろうみたいな。薄いのですか？だから対策立てないといいんですか？それ個人差ありますよね。個人差はあります。恥ずかしいな。抜け毛が増えてきてるのに自覚してきたなっていうのに動かないのはなんでやっていうのが女子の意見。はい、気づかないものなんだ
たっていうところもびっくりです。先生、気づきたくない、認めたくないっていうのはあるかもしれないですね。すぐ行動に移れる人っていうのは少ないんですよ、世の中。また生えてくるって思っているってことですか？いや、そんなことないです。何もしなければ進行するだけっていうのは分かってる、分かってるんじゃないですかね。これ女子としてはちょっと言いにくい、言いにくい、言いにくい、なるほど、はい、次です。射精までの時間が短い早漏についてですが、セックスでペニスを挿入して女性が満足できる時間まで射精を我慢できない状態を早漏と言いますけれども、これを一般女子は許せるのか、高橋さんどうでしょうか？人によるんじゃないですかね。早漏って何分ぐらいのこと言うんですか？女性が満足できない場合は究極的にやっぱ早漏って言っちゃうんですけど、まあ早い方は本当に数秒ですよね。数秒の方もいらっしゃいます。それは大変ですね、はい、3分以内は早漏と言えるんじゃないですかね、やっぱり確実に。数秒の方もいらっしゃる、数秒もいますし、やっぱ3分我慢できなかったら確実に早漏とは言えると思いますね。ウルトラマン、ウルトラマン、タカさん言えます？パートナーの方々に早くて物足りないって伝えることってできるものだと思いますか？伝えるというよりは伝えずに去るかもしれないです。あ、先生、並木優さんは浮気されちゃうよって言ってましたけど、去るんですね。並木優さんも誰か、あずささんも10分は必要だって言ってましたね。15分とか20分になってくると逆に治療で嫌だって言ってましたけど、クリアする時間はやっぱり10分なんじゃないですかね。オフィシャルの時間として元上健太的には10分。いや、もうちょっとデータ取りたいですけど、ね、データ取りたいですね先生、対策はありますか？早漏に関しては、ね、治療できますよね。当院でもね、活性放棄がある場合は OK の治療をしたり、その裏側の小体を切除したりですね、あとは気道を強化するような注射でもできますので、はい、高橋さん、最近早漏治療の患者さんが増えてるなっていうのは気づかれますか？はい、YouTube で結構来てくださっているので、そうですね、はい、こんなにいらっしゃるんだって思います。そうなんです、結構急増していて、元髪セットって呼んでるんですけど、ボケ手術と初体切除とかを受けていただくケースが多くなってます、はい、最後は短小ペニスについて不満を言えるかを聞いてみたいと思います。ペニスが短い、気筒が小さい、竿が細いことによってセックスが気持ちよくない場合、一般女子はその不満をパートナーに言えるんでしょうか？先生、これ伝えにくそうだなって印象ないですか？まだ早漏だったらまだもうちょっと頑張ってよ的な感じで言えるかもしれないんですけど、まあ、短かったり小ささも度合いによりますよね、きっとね。もっと頑張ってよってなかなか言えないですもんね。高橋さん、これ一般女子的にはどうですか？改善できる注射方法とかがあるっていうのを知っていれば、はい、直してほしいっていうのは言えるかもしれないんですけど、はい、知識がもともとないので言えないです。元上先生、この増大治療は女性を含めて世間の方って認知してるんでしょうか？いや、知らないですよね。女性は全然知らないですよね、そういうことができるっていうのは。二重の治療があるとか、包協治療がある、うん、脂肪吸引があるっていう並列で増大治療もあるとは発想しないですか、ね、知らないですよね。並木優さんも平木あずさんも知らないです。そうですね、高橋さん、一般女子的にはそういう治療を受けてくれてでも大きくしようと思う男性の姿どうですか？嬉しいです、嬉しい、努力しようとしてるわけですからね、はい、先生、これは手軽な治療で大きくできる。そうですね、人を大きくするっていうのは本当簡単にできますので、はい、まずはおすすめですけどね。はい、分かりました。今回は一般女子は男性のコンプレックスをどこまで指摘してくれるのかについて勉強しました。ショックだけど言ってくれた方がその後のお互いのストレスがなくなっていいかもしれないと思います。今回もありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。